ます。さすがサーフ TV のカナンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日はね、6月の20日の今日月曜日の今3時半です。ちなみになんですけど、6月25日で26歳になります。ということで、今日はね、今からサーフィン行こうと思うんですけど、ちょっとその前に結構なんか日焼け止めの塗り方について聞かれたりすることがあるので、ちょっとね、いつもサーフィン行く前に家で日焼け止め塗ってから行くので、ちょっとね、どんな感じかで、サポートしてもらってるこのココサンシャイン、こちらをね使ってるんだけど、なんか、まあ、冬も毎日サーフィンするときは塗ってるし、でもやっぱ夏の方が紫外線も強くて、なんかめっちゃヒリヒリしたりするじゃないですか。でも去年の夏 もうこれしっかり塗って、こうヒリヒリしたこと一回もなかったし、本当に落ちないので、でもう落ちないんだけど、より落ちなくて焼けない塗り方をちょっとご紹介したいと思います。そう、まずね、このココサンシャインサンスクリーンクリーム、これを全体に、すごい伸びがいいので、もう顔はね、ちょっとこんぐらいしかつけてないです。それでも全然大丈夫。こんな感じでちょんちょんちょん、これはもう顔の全部に塗ってます。なんかね、ちょっとだけこう白っぽくなるんですけど、こうしっかり伸ばすとね、馴染むので、ね、首も塗ってこんな感じ、なんかちょっと白く見えるかも。そしたら、でこの工程はいつも家でしてから出てるから、あんまりね動画ではやってないと思うんですけど、その上からこのココサンシャインのフェイススティック、これを色が白とあとブラウンがね、2色あるんですけど、マンゴーブラウンっていうのと、ハニーオークルかな、ちょっと出しておきます。4種類あって、私はね、マンゴーブラウンっていう一番濃い色か、このクリア。スノークリアっていうね、透明のやつがあるんですよ。なんか、白いんだけど、塗ると透明になります。あ、じゃあこっち塗ろうかな。じゃあちょっと今日はスノークリアにしてみます。これはなんか焼けやすいところ、このほっぺたとか、なんかこう出っ張ってるところにちょっと重点的に塗って、より焼けないようにっていう感じで。なんかわかるかな？なんかね、白っぽくならないので気に入ってます。こう透明か、こう肌に馴染む茶色をいつも塗ってます。そう。で、まあ、普通はここまでだと思うんですけど、さらに、こうより落ちないようにするために、このね、ちょっと何もケース入れたいんであれなんですけど、何でもいいんですけど、固形のファンデーションでウォータープルーフのやつを上からこうやって重ね塗りするんですよ。こんな感じで、そうするとなんかね、わかんないけど、より落ちない気がして、そう、ウォータープルーフの固形ファンデーションっていうのがポイントなんですけど、それを塗って、まあ、でもどうしてもね、こう黒くはなっちゃうんだけど、ヒリヒリは絶対これでしないので、こういう感じで準備完了です。まあそんな感じで、ちょっと日焼け止めの塗り方でした。あ、ということで、今日はね、結構波小さいんですけど、風はいいけど波が小さいみたいな感じで、一応ね、ちょっと揚げ込み狙っていこうかなっていう感じです。朝は入ってなくて、夕方サーフィンしに行こうという感じです。じゃあ海の方向かっていきたいと思います。行ってきます。はい、着きました。なんか結構風吹いてますな。しかも、なんか今日ね、昼間は30度とかあって結構暖かかったんですけど、ちょっと陰ってきて、で、なんかね、ウェットスーツ忘れちゃって、ジョンしか持ってきてなかった。まあね、多分大丈夫だと思うんで、今日はジョンで入ろうかな。これね、前動画で紹介したんだけど、
リバーシブルになってて、こっちとこっち、じゃん。これはね、自分で柄を選びました。かわいいよね。これね、ウェブプールの時に一回来たんですよ。かわいいよね、これ。そうで、今日はちょっと波が小さそうなので、ツインフィンを、これ、モジーブランドのパフォーマンスフィッシュを持ってきました。結構ね、久しぶりに乗るんですよ。最近ずっと乗ってなくて。でもね、ちょっと浮力があるボードの方がいいかなと思って、ツインフィンで練習にもなるんで、これ乗りたいと思います。日焼け止めはもう塗ってきたんで、リーシュ持って、GoPro持って、じゃあ大丈夫かな。じゃあ海の方行ってきます。なんか思ったより波が小さくて、でもね、だからこっちの板を持ってきてマジで良かった気がする。でもなんかブレーキは綺麗で、すごいね、面も綺麗なんで、しっかりいいところから乗ってたくさん乗れるように頑張ります。前回ね、あのプロサーファーのレイカちゃんと一緒に入った時は結構でかかったんですよ。あれがどんくらいかな、3日前ぐらいなんですけど、一気に波下がって、でね、もうこんな多分腰桃ぐらいかなしかないんですけど、頑張って入っていきたいと思います。でも、こがないと乗れなくて、ちゃんとうねりから。で、でも、ってこいで、乗ったらね、ってリラックスするの、すっかり忘れてました。ちょっとリラックスして頑張ります。
紙小さくてもね、こうブレークちゃんとして形良ければね、すごい楽しいですね。いやこの糸持ってきてマジでよかった。ちょっとさ、最後さ、ラス位置のさ、グーフィーがね、なんかちょっとね、うまくいった気がする。なので帰ってソロショット見るの楽しみです。最初の方ね、なんか波が小さくてすごいなんかガチガチに固まっちゃってグーってパドルして乗った後もね、すごい力んじゃっててダメだったんですけど、途中からあ、そうだ、リラックスしないとって思って気づいてやれたんで、とりあえずはまあ良かったかな。まあそんな感じでとりあえずお家に帰りたいと思います。ではでは。はい、お疲れ様です。今日はですね、なんか波も思ったより小さくて、セットっていうかちょっと張ってる感じの波に乗るとすごいブレークが早くて抜けられなかったりとかして、でちょっとなんかちぎれた感じの波に乗るとなんかショルダーがなくってっていう感じで、すごい難しかったです。どんくらいかな、2時間ぐらい入ってたんだけど、もう2時間ずっとなんだろう、テイクオフしかできないみたいな感じがずっと続いてて、で本当上がる直前のラスト1本のあのグーフィーは、あ、結構うまくいったなって思ったんですけど、っていうかね、面をしっかり走れたのがあれしかなくって、でちょっとうまくいったなって思ったんだけど、こうボトムターンからこう角度はまだ浅いけどちょっと上にふわって上がってから、こう全然ね、板が返せてないなって思いました。なんかウェーブプール行った時にサーフィン TV の、 あの山中海輝プロにも言われたんだけど、こっちのひねりが全然こう上半身がひねれてないっていう風にその時も言ってもらって、確かになってすごい思ったし、なんか最近こうフロント側のボトムターンだったりフロントの動きはこう徐々にイメージがね、ちょっとずつ湧き始めてるんですけど、なんかやっぱこの背中側こっちの動きっていうのはまだ全然なんかイメージも湧かないし、なんか成功体験がまだなくて、新しいてかこれからのさらに課題だなっていう風に思いました。もっとね、こんな自分が思ってるより冷えないとダメなんだなって思いました。でまあ、あの小波がね結構しばらく続きそうなんですけど、まあ、今日もね、ちょっと浮力があるボード持っててすごい良かったなって思ったし、またあのモジーズで板とかもお借りしながら大きいボードとかもね乗って楽しみたいなと思います。そして、最初にあのココサンシャインの日焼け止めの塗り方をご紹介したんですけど、いつも言ってるんだけど、強いしっかり落ちない日焼け止めだからこそしっかりオフしてあげないと、落としてあげないといけなくって、私はサーフィンしてそのままお家に帰ってお風呂入るときはそのままメイク落としとかクレンジングオイルで落としてるんですけど、あのサーフィンしてから家に帰るまで時間があるっていうか、すぐに顔を洗えないときは、こういうね、ココサンシャインのこういうクレンジングウォーターっていうのも出てて、これで、拭き取って落とすようにしてます。これすごいね、あの肌にも優しいし、しっかり落ちるし保湿もしてくれるのでお気に入りで使ってます。それと、最後に一つお知らせなんですけど、私の編集チームエモーションズでまた新しい動画を作りました。ロキシーチャンネルのまだ宮崎サーフィンライフの、新しい動画が上がってるので、概要欄にリンク貼ってあるので、そちらも合わせてチェックしてみてください。はい、ということで、今日は、久々にパフォーマンスフィッシュで、ちょっと小波だったんですけど、サーフィンしてきました。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。インスタグラムとツイッターもやってるので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。